人造人間のこと？本当に？人間もどきの人造人間だ。大きな違いがある。インスティチュートは合成有機物を作ろうと奮闘していた。最も論理的なスタート地点はもちろん人間の DNA だった。当然のことだが、利用可能な DNA は山ほどあった。だがどれも欠損していた。このウェイストランドでは誰もが放射能の影響を受けていた。地上の世界から自分たちを守ろうと試みはしたが、インスティチュートのメンバーも影響を受けていた。他のサンプルが必要だった。しかしその時インスティチュートは私を見つけた。ボルト111の記録を発見した後のこと。ニュージで汚染前に冷凍され、連邦の人間全員の細胞を蝕んだ放射線突然変異から守られていた。私はまさしく彼らが必要としていたものだった。そして私の DNA が合成有機物の基礎となり、今日目にする人間もどきの人造人間を創造するのに使われたのだ。私は彼らのファーザーなのだ。科学を通じた人造人間の父。人造人間、私、そしてあなたが。本当にショーンなの？ショーン、本当にあなただのね。その通り。質問がある。理解の助けになる。答えられることは何でも答える。と、私より年上です。どれから聞こう。全部教えてもらえるのかな。頭がちょっと混乱しています。まずは大切な旦那様のこと。パパはあなたの成長を見られなかった。そう、父に起こったことはもちろん、私は事件の記録を調べた。父に起きたことは不幸な巻き添え被害のように思える。長年そんな簡単に両親が誰かと疑問を持つこと、自分の状況を受け入れ、そういうものだと生きてきた。年を取るにつれて後悔が募り、あの時もしと頻繁に自問した。しかし今重要なのは、あなたと私に再び始めるチャンス。ちょっと日本語があれですが、再び始めると言っています。何か他に言えることがあるだろうか。あとは、ちゃんと赤ちゃんのうちにさらわれて、お母さんがいるって教えられたんだね。ケロ君、彼はあなたの部下だったの。ケロ、彼は私がここに来るずっと前からインスティチュートの財産だった。そして責任者になるまで彼のやったあらゆる仕事を知ることもなかった。彼がどういう、あれおかしいです。ケロック、ん、ケロックよりショーンの方が年取ってます。あれ、圧倒されすぎて、なんでケロックより年取ってるの。あの男がサイコパスなのを知っていて、それでも奴を利用したの。連邦で自由に成功しました。喜ばしく思っていたはずはない。だが少なくとも手綱を短く持ってさえいれば、巻き添え被害は最小限に抑えられた。インスティチュートはケロクの残忍な性格を利用した。それは率直に認める。インスティチュートの技術が彼の命とその能力を伸ばし、普通の人間の寿命をはるかに超えさせた。彼がインスティチュートの仕事を失敗することはなかった。ケロック、普通の人より寿命が伸び、長い寿命になったの。嘘はつかない。あなたの道が彼のそれと交わったのは偶然ではない。
道が重なることであなたは私たちはある程度お父さんを殺した人なんだよ。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか。あとは最後、つまりあなたがインスティチュートの責任者なの。私は今や実質上の責任者。ここに達するまで何十年も費やした。この責任をとても重く受け止めているインスティチュート、重要な組織だ。実際人類の未来のための最高の希望なのだ。たとえ地上の人々が我々をどう思おうと。あなたたちが怖いがあります。重要なことじゃないって、なぜあなたなんだと。これは本当に大事なこと。助けが必要。何を選択しようかな。じゃ、助けが必要です。助けてください。あなたの助けが必要よ、ショーン。地上は荒れている。ああ、私たちはやってみたのだ。驚いただろうか。インスティチュートはかつて安定した連邦政府の設立に手を貸した。それは論争や内紛に終わってしまい、悲惨な結果に終わった。争いがあったと書いてありましたね。結局連邦には我々を恐れる理由は何もない。あなたが何を見たり聞いたりしようと、そのことは納得できる。少し時間が欲しい。我々にはもっと話し合うこと。インスティチュートはあと少しで重要な進歩を遂げると思うが、あなたの存在は私たちがそこに達する上で評価される。私はここでは驚くべきことの一部だった。自分自身とインスティチュートの人々のために生命を作り出す手助けをしてきた。そして今、長い年月を経てあなたもそれを手助けする機会を得て、そそられないだろうか。それこそあなたのやりたかったことなのではないか。ショーンのやりたいことのために旦那様が犠牲になったんです。ここにとどまる？ここにとどまってほしいの。インスティチュートに？そうだ、そう提案している。想像するのは難しいだろうか。インスティチュートは地上よりも良い生活を提供。まあ、ずっと見てきた感じ。あなたは連邦を旅し、どんな様子なのか見てきた。私たちと過ごす方が幸福なのは保証する。そうですね、ここは本当にフォールアウト4の世界の中で一番いい環境かなと思います。ドイスルを選びます。街はいろいろとひどいことになっているわ。自分でも見たから分かっている。ここで自分たちの快適な生活を作り出すのに熱心な理由はそこにある。そして今あなたもここの生活の一部になれる。私が聞きたいのはインスティチュートに私にチャンスをくれないかということだ。話してきたことを証明するチャンス。我々は本当に人類を心から思っている。そのチャンスをくれるのか。緑があったので、地上にどうか緑を取り戻してほしいです。息子のね、お願いなら仕方ないです。もちろんですよ。 OK 出します。分かったわ。ありがとう。インスティチュートは今本当に目が旦那様に似てるです。あなたの家となった。どうか時間をかけて馴染んでいってほしい。一緒に働く人々に会ってもらえないか。部長たちに自己紹介するといい。設備部のドクターフィルモア、 SRB のドクターアイル、それからバイオサイエンス部のドクターホルドメン、最後に
アドバンスシステム部のドクター・リー。もちろんあなたの到着は知っている。彼らに会ってそれから次にやることを話し合う。なんだかうん、自分より年上なんて。そしてこのショーンは人造人間なんでしょうか。話せない。そうですね、ここには放射能もない。理想の何の音だろう。人造人間の件だけど。子供のことか。実際のところ期待できるプロジェクトはもちろん解決すべき問題はあるが、驚くほどの進歩を遂げている。なぜ自分に似せて作ったの。人造人間のテクノロジーは私に興味深い変化と思わせる時点にまで進歩した。新しい角度といってもいい。自分自身に似せたのはインスティチュートにある私の遺伝学的特徴と生理学的特徴の記録をもとに作られたからで、実に自然なこと。近いうちにオンラインに戻すつもりだ。またあの子と交流する機会もある。だが正直興味があるんだ。子供を探す親、私の若いバージョンを探す親として、あの子を愛せると思うか。本物の息子を愛する。ああ、本物を見つけたが。そうですね、私が愛するのは人造人間か本物の主人公よりも年を取った。複雑です。圧倒されすぎていなければ。本物を見つけました。本物のショーンを見つけたから。ああ、だが探していたショーンではない。ある意味人造人間の方が。その通りです。探していたものにずっと近い。あなたが感じていることすべてがわかるとは言わない。だがほんの少しでもあの子の存在が役に立つのであれば、心を広く。では周りをと各部門のリーダーにご挨拶していきたいと思います。こちらは一旦しておいて、いつも息子がお世話になっています。母親として挨拶しに、無傷のカメラ。ああ、そうですね。ジャンク品も。あ、この椅子も。ソファーも綺麗。で行くのかな。わ、信じられないです。緑がある。お迎えできて光栄です。この方も人造人間。戻ってきたかな。あれ、あ、ここ下降りれるです。あれ、ショーのとこに戻ってきちゃったです。